はい、こんにちは。明日ですね、明日に迫りました、WBO 世界スーパーフライ級大統領マッチで、王者のユーク・カズト選手と、挑戦者のフランシスコ・ロドリゲス・ジュニア選手の、勝敗予想をね、していこうと思います。はい。まあ、この一戦、皆さんどう予想されますかね。まあ、相手のフランシスコ・ロドリゲス・ジュニア選手は、元ミニマム級のチャンピオンで、階級を上げての、2階級制覇への挑戦と。で、まあ、過去には、エストラーダ、ロマゴン、高山勝成選手、日本人でいうと、赤尾さんともやった戸部洋平選手とかとも、やってる、まあ、実力者ですよね。で、その日本人には全勝してると。で、まあ、今回ね、スーパーフライ級に階級を上げての、WBO 王者の井岡選手への挑戦と。で、ロドリゲス・ジュニア選手も、階級に上げたことによってね、パワーがより生きてるっていう感じで、おっしゃってると。で、まあ、本当ね、好戦的で、まあ、どんどん前に来てくれる選手と。で、まあ、井岡選手ともね、非常に面白い試合になるのではないかなと。で、まあ、ここで、予想をするのであれば、これは私の試験ですよ。井岡選手の序盤から中盤までの KO と言いました。はい。まあ、終盤まではいかないんじゃないかなと。いった場合は、井岡選手がかなり、苦戦と言いますか、ポイントを取られたラウンドもあるような展開、そのロドリゲス・ジュニア選手と面白い試合になってるっていうところだと思うんですよ、終盤までいった場合で、序盤中盤っていうのはやっぱり、井岡選手がもう早期から、ロドリゲス・ジュニア選手が前に来てくれることによって、まあ、その弱点っていうねところを、もう見つけて、まあ、田中戦同様、パンチをねこういいタイミングで当てて、沈めるかなっていうふうに自分は思いましたね。まあ本当ね、どうなるかは本当ね、当日になってみて分かんないんですけど、予想するのであれば自分は、序盤から中盤のユーク・カズト選手の KO 勝利と言いました。はい。まあね、この一戦にユーク選手はね、必ず勝って、3度目の防衛を成功させると。で、まあね、統一戦、IBF チャンピオンの、まあ、アンカー選手あとね、統一戦っていう話がね出てくるので、これは絶対落とせない試合と思うんで、まあ、かなりね、仕上げてくると思うんでね、まあ明日皆さん、楽しみに応援していきましょう。はい。まあ、皆さんもね、ぜひ、試合の展開、予想などがありましたら、コメント欄の方よろしくお願いします。はい、以上です。